向だけに関心を持つようになったのって何か理由ありますか？意識的になったのは割とそういう部分、その取るとこだな自分はと思ったのは割と最近ですね、ここ3年ぐらい、3、4年ですね。それまではね、選んでたりした。でも選ぶのもそんなになんか理由、明確になんか言葉にできるような理由の中でするから、だんだん人に選んでもらうっていうことを、別にそんなにそればっかりやってるわけじゃないんだけど、さほどちょっと人に選んでもらったら、その後は自分取るところだなみたいな。そうですね、そんなに写真全般みたいな感じが最初してたのが、若い時に撮ってて、プリントも含めて、だんだん今はなんか撮るところ、撮る好きなことを気づいてたんです。なんかここが好きみたいな、そうかもしれない。ここが好きみたいな、だんだん分かってきたっていうか、最初はなんか全体的に好きっていうか、写真もね、もうだん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 、もしかしてどういうのが好きなのかみたいなことかもしれない。そうですね、私最初京次さんに呼ばれた時びっくりしちゃって、なんでと思って、最初前雑誌の撮影で、一緒になって、であんまりお話ししなかったから、私京次さんあんまお話ししなくて、どんな人か分かんなくて、しかも私、京次さん私のこと嫌いなのかなって思ってたぐらい、それぐらい、いや、なんかあんまり話さなかったから、もしかして嫌われたのかなと思って。いや、女性と喋んないんです、初対面の人とで。いや、それ知らなかったから、逆に後で、あの対談読んでもらえると、でも京次さん私のこと嫌いなんじゃなかったのみたいな感じで。そんなに好きではないですけど、いやでもなんか初対面だからあんまり、その勘違いが面白かったっていうか、すごいシャイな方なのかなっていう。違います、一番なのかなと思いますよ。いやいやいや、でもなんかまあすごくちゃんと話す機会をもらって、私もそう、なんか私も写真作品を自分のアートで撮るんですけど、すごく違う撮り方じゃないですか。そうですね、1枚しか撮らないし、1枚のために作り込んで作り込んで作り込んで、ちょうど逆ですよね。本当そうなんですよ、でちょうど逆だから、作り込まないで作り込まないでだもんね。そうなんですよ、俺ね、そうだ逆だ、作り込まないで作り込まないで、そこにあるなんか色を見つけて撮ってるっていう感じで、私はもう自分で色をつけて、撮った後に塗って、だからなんか逆に面白いと思って。あ、面白いと思いますね。同じ、近いことやってるとあんま面白くないかもしれないですもんね。なるほど、なんか全然違う意外だから、こうすれ違いながら話すみたいな。そうそうそう、すれ違いとかがすごく面白いんだよね。そうですね、私もでも同じことやってる人と喋るのあんまり好きじゃないんです、よくなんかそういう対談はよく断っちゃったりするんですけど。よかった。もらえて助かる。分からない方が楽しいって。そうなんです。分からない方が楽しい。そうですよね。今日は想像したりして。いや、なんか私も今日話す前にツイッターで、これから高橋教授さんと話すんだけど、何話したらいいんだろう、ドキドキとか書いちゃって。変身もあるんですか、それ何話せとか。伝説の写真家じゃん、どうする。伝説じゃないです、それは違うと思う。でもみんななんかちょっと伝説じゃなくて、記載です。木の、木業なんですか。さっき木ってサインしてあったし、教授の木ですけど、記載です。それで、そう、聞いちゃったぐらいなんで、今日お話できてよかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。はい、見てもらってありがとう。ぜひ友達にも勧めてみてください。はい、みんな連れてきますよ、ね。ありがとうございます。今度見に行きますね、発表するとき。ありがとうございます。今年あるので、秋ぐらいから。じゃあメール送り。メールとかやる？ないんですよ。やっぱりなんか、ない、謎そうだなと思って。自宅電話で。自宅に、電池やってますよ。電話はあります。時々止まってますよ。わかりました。電話します。すいませんが、お願いします。大丈夫です。お願いします。